ご覧くださいませ。すごいね。24時間長かったね。でも寝て起きたらもうすぐだった。うん。寝れたら全然 OK。 寝れたら楽勝だね。いやー楽しみです。楽しみだね。やばい。やばいね。やばいしかない。着眼、すごい外、あっちすごい色してる。ほら、なんかすごい色になってる。うわー、いい山でっか。もうすぐ着岸します。警察官が山ほどいます。すんごいロープ。ナイス着岸。到着しました。警察がいっぱいです。さあ、じゃあ降りましょうか。すごい。マスクしよう。はいはい。車をくれるって言ってたよ。ありがとう、小笠原丸。多分仕事の道具もあるから。すごい、めちゃくちゃ暑いです。ムシムシしてるね。石垣みたい、かわいい。なんかカラフル、コンテナかわいい。クジラが象徴となっております。交番だ。すごいすごい。暑いですね、結構。26度。でも湿度か。涼しかったのね、昨日。昨日はね、寒かった。めちゃくちゃ。やばい。イエーイ、どうじゃん。また今度小笠原の町を紹介だね、羊まん。すげえ。これがしないっぽい。警察いっぱいいるな。警察めちゃくちゃいるね。うん、島のくせに警察が多すぎる。最高の島でしょ。けど路面は普通に。路面いい。すげえ。もうこれじゃない？外、これっぽい。これだ。なんかすごいぞ。ここにいるのでしょうか。そうだね。とりあえず2週間自粛します。コロナウイルスなので。自粛なのかな、ね、自粛でしょ。なんかあの人言ってたじゃん。我が家の庭です。マジ緑。めちゃくちゃいい匂いする。何の匂いだろうね。いい匂い。パパイヤめちゃくちゃなってる。
てる。最高だな。歩いて3分。暑っ。島って感じ。暑いな。マスクがめっちゃきつい。やばいね、晴れたね。うん。まあ、2週間はここだけってことだよね。まあ、6月のその頭まで。うんうん。そっか。あ、やってるやってるやってるぞ。やってるやってる。綺麗だね。最高じゃん。入っちゃってるじゃん。入っちゃってるやん。私も水着着てきてよかった。水泳。うん。あ、普通に冷たいけどね。砂はちょっと黒いけど、黒いけど白い。こんな感じ。なんかまた違った青だね。ビューティフォー。なんかサヤエンドウみたいなのがなってる。かわいい。5時のチャイムです。自粛飯、自粛1日目の夜ご飯です。生姜焼きと酢豚。なんかとにかく肉肉肉、トマト、ご飯、すっげで、これパッションフルーツ有名らしいから食べたいと思ってたら買ってきてくれた、ありがとうございます。はい、甘くて。